みなさんこんにちは、ママです。キキレーゴーです。今日はママの夜のスキンケアを撮っていい。今日はママの夜のスキンケアを撮っていこうと思います。日によってやってることとかがバラバラなんですけど、今日はじっくりバージョンで撮っていこうと思います。お風呂入ってメイクを落としてきました。今ゴーとパパがお風呂に入っているので、その間にちょっとスーパーダッシュでやっていこうと思います。ネネもいます。メイク落としはこれ使ってます。なんで？ちょっと急いでやりたいから急いで。まずお風呂上がって一番最初にこれを塗ります。赤い赤いよね。そう、暑いとねすぐ赤くなるんだ。まま無印の導入化粧液、これをねたっぷり。そう、無印教えてもらったのこれいいですよってインスタで。そうなの？そう、これなんか塗るとねすごいスベスベになる。おお、そう、こんな感じで。もう基本的にゴーがお風呂に入ってる間しかできないから、もういつも大急ぎ。魔法でできればいいの。魔法でね、ファンってね。ドライヤーのファンって。オールインワンとか手軽でいいんだけど乾燥しちゃうんだよね。だからね最近はちょっと面倒でも重ねてやるようにしてます。で次がこれ、アルビオンのアンフィネンスホワイトっていうやつ。これ美白系のやつ。本当はね、コットンで塗るらしいんだけどね、もう素手でこんな感じでやっちゃってます。よしよし、やっぱ妊娠期間中にね、またシミそばかすがすごい増えてきて、もう本当にこれがね、やだね。恐るべしホルモンバランス。で今日はせっかく動画撮ってるのでパックやろうかなと思います。これ使ってきます。これ視聴者言えないこれファンレターと一緒にプレゼントで送ってくれたんですよ。ありがとうございます。これ使わせてもらいます。ヒアルロニックアンプルマスクアクアってやつで、これ何回か使ったんだけどめっちゃ良くてすごいおすすめ。1枚200円ぐらいするんだよね確か。これ以外にもなんか3種類ぐらいあって、なんかもうどれも使いたいぐらい、めっちゃもう次の日肌スベスベになりました。こんな感じで、もうそろそろ GO が出てくるかな。ねえ、今日からスマブラにハマってずっとスマブラやってますね。あ、今まであんまりゲーム興味なかったんだけど、最近ねすごいゲームやるようになったんです。小学生って素晴らしい。こんな感じです。結構液がねひったひたについてるけど全然垂れてこないんだよね。これもう有能で、これ1ヶ月前にも使ってたんですけど、今日もこの美顔器フェイスポンププレミアムってやつ使ってきます。前はね、あの朝メイク前にやったけどパックやってても使えるんで今日使ってきます。ここにスイッチがあって押すとつくんだけど、こうなんかレベルが3つあって、でパックの時は結構あの水分があるからかビリビリが強いから1でやってます。でちょっと余裕そうだったら2とかにやってるけど、結構1でも効果がある感じ。あ、呼ばれちゃった、急げ。ダメです。
子がお風呂で終わって落ち着いたところでもう一回続きやってきます。レベル1でやってきますね。1でもね結構すごいビリビリが来るんだけど、わかるかな、口とか目元がねよく動くのがわかるんだけど、わざとこの方がやっぱりいい。こんな感じ。この赤いライトが LED で、これがなんか美容効果があるみたいで、血行促進してくれるからクマとかニキビとかアンチエイジング効果があるらしいです。ちなみにここは純金らしい。やっぱ目の周りがすごい皮膚が薄いからすごい効いてる感があって、終わった後ねここがすごいスッキリするんだよね。ここが暴れん坊さんなので抱っこしながらやります。暴れん坊の赤ちゃんが美顔器やり終わりました。よし、パック剥がします。なぐちゃん引いとる。これからピローン。ピローン。よいしょ。でパック終わったらこんな感じで手で押してなじませて終わりでーす。最近すごい乾燥してるからパックするようにしたけど、やっぱパックやってると次の日のあの化粧のノリがすごいいいなっていう感じはめちゃくちゃあります。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。また見てね。バイバーイ。